佐相党、佐相党、佐相党、下京17年10月7日、1812年11月10日、高所11年7月27日、1885年9月5日は、新朝末期の著名な大臣。太平天国の乱の鎮圧に活躍し、ヨ務派官僚としても有名。中国では、新代最後の大黒柱と非常に高い評価を受けている。 文化大革命期に太平天国が持ち上げられると逆に評価が下がったこともある。字は末高、湖南省昇華家県出身、老介と合する。次大部の家系で、曾祖,祖父、祖父と父は地元の教師だった。佐藤党は同校十二年、1832年に家居で巨人の資格を得たが、真摯には合格できず3回も落第したため。 官僚への道を諦めて、湖南で家熟の死となり、歴史や地理の研究に没頭していた。友人の子林翼は、佐相棟の才能を高く買い、たびたび要人に、佐相棟を推薦。同校十九年、1849年に、水見南を訪れた林即女と相棟が会談することもあったが、自らを、新末の諸葛亮、広明と称していたため、 大抵の人間からは、変人扱いされていた。同校三十年、1850年に、太平天国の乱が勃発すると、小林翼の推挙で、湖南巡部、長領はじめ、落平将の幕府に入り、総勇を組織して、太平天国軍の攻撃から調査を守った。その後も諸将を転戦して、軍港を建て、祖国藩の推薦で、皆、豊か十一年。 1861年に石膏準備となると石膏へ移り太平天国との戦闘を継続イギリスやフランスと協力して金貨、商工などを奪回同治2年1863年に雪総督に昇進した同治3年1864年には講州を奪回し石膏を平定、助走艦、随林と協力して東南部の太平天国の 残党の総統にあたり、利予県、王海洋ら残党勢力を、洋正深氏、劉の利、王徳坊、広国期、高連省、高長、高昇春、正摩林文派から将軍を派遣して、任務を果たした。太平天国鎮圧後は、祖国藩や李公省らと共に、軍備強化のため用務運動を推進し、復讐先政局などを創設した。同時五年、 1866年には、戦艦総督に転任、イスラム教徒のドンガン人、海賊の放棄、海民放棄鎮圧を認じられ遂行に動いた。しかしこの最中に年軍が暴れ回ったため、海民は後回しにして、年軍討伐を優先した。この頃年軍は、李工省の活躍で東西に、分裂、かつての勢いはなくなっていたため、左相党は、義光党、尿置、 エンタモツヒサシ、チンツツミ、総ケイ、チョウヘイヒトシなどを率いて、リコーショウと共に、年軍討伐を開始、チョウタカシュウ率いる、西年軍の平定に宣伝し、同治六年、1867年に、東年軍は、リコーショウの Y 軍に包囲され滅、ッ西年軍も、翌七年、1868年6月に、追い詰められ平定された。そうして、 背後の安全を確保すると、同年10月に改めて海民放棄鎮圧に出動、認知の先生賞、甘粛賞へ進軍し先生の聖案へ入った。まずは、北西の東市に駐屯する、白彦虎の海民軍を撃破。先生は平定したが、馬鹿竜羅残存勢力は、甘粛東部の金積もる穂に籠城して抵抗。佐藤も、同治8年、1869年から包囲を。 開始した。しかし抵抗は長引き、北京政府からは召喚の声が上がり、同治十年、1871年1月には、責任を感じた、武将、竜松山が野衆を仕掛け、失敗して戦死する板手までかぶった。しかし竜松山の追い、竜近藤が雪辱を果たすため金積もる方、九州、ようやく金積もる方を陥落させ、馬鹿竜を処刑してから、任務は、 順調に進み、海民への対応として逃亡民を呼び戻し、定住、土地開墾及び食料援助を行ったため海民の抵抗も徐々に下火になった。同年11月、臨夏を占領していた海民の首領の一人馬千号が降伏、甘宿中部も手に入り、翌12年、1873年7月に蘭州へ進駐した。 劉近党も官宿党部の海民討伐へ出向、青年の馬軽減も内党部も制圧した。残る宿州、現在の主戦士にこもる馬文禄は一旦、基準していたが、先生から逃亡した白彦虎に呼応して、反旗を翻し、佐相党が派遣していた、女占い、兵、陽洋春の包囲に耐えていた経緯があるため、7月に佐相党が包囲の指揮を取り、 9月に宿舎を落として、馬分録を処刑、先生、監縮などの火星回廊を含む中国北西部は定めされた。北西の状況は安定したが、佐相島にはさらに西の新疆奪回の任務が与えられていた。清の領土だった、新疆もイスラム教徒の反乱が頻発し、新疆に隣接する交換土半国の軍人役部部区が、乱に乗じて信教を乗っ取り、 ヤクブベクの乱、ロシアも南下政策で、新疆北部の入り地方を占領するという状態だった。佐相党は直ちに、新疆遠征の準備に取り掛かったが、かつての協力相手だった李工省がこれに反発、同期13年、1874年に解剖、細胞論争が起こった。佐相党はロシアに対する陸上の備えの重要性を主張する。 細胞派の代表格であり、イギリスに対するために海軍を重視する、海剖派の代表格である、李工省とは、政治的に対立関係にあった。新疆に関しても、弱体化した支配を立て直そうとする、佐相党と、海軍に集中するために、防衛の難しい新疆をロシアに割上しようとする、李工省との間では意見の相違があった。論争は、よく所元年。 1875年まで続いたが、軍機大臣文章が賛成したため解剖を、細胞どちらも行う方針で決定され、金佐大臣に任命された佐相党は、役部べ区の乱により、真の支配力が弱体化し、真教の軍務を担当し、副将の金順、劉金等、四年祖、丹勝林羅を従え、真教東部で、真の数少ない拠点紙で、トンデン自給策を取り、 出兵を整えていた。高所2年、1876年5月、佐相島の先方部隊は、浜から北のバリクルへ進駐、西へ進み、ウルムチ近郊で、ヤクブベク軍と衝突、金順、劉金島はこれを退け、ウルムチを落とし、その他の拠点も脱回し、新疆北部を手に入れた。翌高所3年、1877年3月には、 劉近東がウルムチと新疆南部をつなぐ達しさ書きを、落城、武将、徴用も南部を精神して、劉近東と合流した。5月にトルファンが降伏、ヤクブベクが急死して大勢は決死、劉近東は11月までに新疆を精神して、反乱地域を平定、11月に生誕のカシュガルを落として、新疆を奪回した。同年、 佐相党は守備強化を目的に小設置を中央へ、相上、後の新京小設置につながった。一方、入り地方は返還交渉がなかなか進まず、高所4年、1878年に、高志奴が中央からロシアへ派遣されたが、翌5年、1879年に清とロシアの間で締結された、リバディア条約が不平等条約だ。ため、佐相党は激しく、 高志圧を非難した。清は改めて、蘇寒沢を派遣して、交渉に当たらせ、交渉7年、1881年に、入り条約を締結、入り地方返還を果たし北の領土問題は、解決された。これに先立ち佐々党は軍を動かし、ロシアを威嚇したが、和平に傾く政府の意向で、交渉6年、1880年7月に、中央へ呼び戻された。代わって、 劉近党が司令官となり、高所10年、1884年に、新京省が設置されると、初代準部に就任、金純も入り将軍として、新京省の治安維持に尽くした。中央省官後左総統は、真の重臣として軍機大臣、両高総督兼南洋大臣、東角大学士の養殖を歴任。新物戦争では、高所十年八月から翌十一年。 1885年4月まで、金差大臣として、福建省沿岸の防衛を任命入れた。同年9月、72歳で、復讐で病死。著書に、差分条項全集がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。